そうね、全く話が見えないから説明してほしいわ。そうか、アバシと二人で浮竜源のゲートを突破してきたのか。ありがとうございます、マスターのおかげなのです。しかしゲートの鍵のくせに条件を忘れていたとは。君は本当に勘違いや忘却といった行動はプログラム的に相当高度なものですね。ただなぜこのような仕様にしたか意図は不明。それは趣味ってやつじゃない。趣味が高じて凄まじいことをやらかす人はいるものね。うちの会社にも。いいえ、そんなことより原因が分かってよかったわね。うんうん、ゲートを通過する条件はおおよそはプレイヤー1人につきアファシスを1人連れていることね。だから前回は条件を満たせていなくて。バッドエンドだったってわけか。戦場からの離脱は一応可能だったし、もしかすると回避する手段は他にもあったかもしれないけどね。情報を集めていて分かったことなんだが、今後の SBC フリューゲル攻略にも。そうそう、中のメッセージやアナウンスが全部バグっていて、アファシスに翻訳してもらわないといけないんでしょ。レンタルできるタイプ A が用意されていたのはこの仕掛けのせいだったんだな。タイプ A は必要ないですよ。 SBC フリューゲルの攻略は頼りにしてるよ、レイちゃん。まあ、やる気があるのはいいことだよな。私もできるだけサポートいたします。これでも腕には少し自信があるの。きっと役に立つと思う。君の仲間なら俺は歓迎だよ。私も大歓迎。ソロオンリーだったセリスカさんと組めるなんて。たまにはパーティープレイもいいかなって思って。とても強い前衛アタッカーだそうですね。心強いです、セリスカさん。セリスカって呼んで。これからは仲間に入れてもらうんだから。仲間にしてもらった以上きちんと成果は出す。ではみんなで SBC フリューゲルに行きましょう。お母さんに会いたいです。賛成だけど、その前に私たちもゲートを突破しなきゃ。まずはアファシスタイプ A を連。なんでですか？マスターの友達なら一緒に行けるのです。だって自由に出入りできるようにしたいもの。私は私で資格。そうだね、友達、パーティーメンバーを指して、いちいちパーティーを組む必要があるのでは何かと不自由だ。友達のカテゴリーにはスコードロンのメンバー。はい、友達なら誰でも大丈夫なのです。質問の答えになってない。お話のところ失礼します。友達の対象には資格所有者が所属。ありがとう、デイジーちゃん。いいえ、お役に立てて。君がスコードロンを作ればいいんじゃないか。俺たちが君のスコードロンに入れば SBC フリューゲルに入る資格を得られるだろ。キリト君、それって君が楽をしたいだけじゃないの？それだけじゃないさ。だったらリーダーが別の人でもいいよ。俺はどこかに所属するのはあまり好きではないけど、それに君ならやってくれそうな気がするんだ。ゲームという枠を超えたとんでもないこと。異論はないわ。スコードロンに入るのは初めて。私たちも初めてね。いつもみんなといるからあまり変わらないかもしれ。私は。あ、そうだ、いつきさんはいいんですか？自分のスコードロンがあるじゃないですか。構わないよ、実質パイソン君に任せきりだからね。そうなんですか。クレハは反対か？みんないろんな意見があるのは当たり前だから遠慮せ。あんたがリーダーね。小さい頃から私の後についてくるばかりだったのに。何言ってんのよあんたは。そんなのみんなに失礼じゃない。キリトさんやイツキさん、ゼリスカさんがあんたのスコードロンに入ってトッププレイヤー集団のリーダーよ。 GGOG が驚くわよ。普段は可愛くないくせに
こういう時だけ首相のことを言うんだから。でもそんなことでリーダーを譲られても嬉しくないわ。ここは GGO、 強い者が勝利を得た者だから、あんたに勝負を申し込むわ。俺も参加していいかな？キリト君、さっきと言ってることが違うよ。いや、話を聞いてたらうずうずしちゃってさ。私もリーダーにはなりたくないんだけど、バトルには参加していいかしら？僕も参加費いくら？結構真面目に言ったつもりなんだけど、まあいいわ。じゃあテリスカさんやイツキさんも参加しちゃいます？私は審判役をやるわ。僕も遠慮するよ。君を。それじゃ準備ができたら始めるわよ。勝負あり。ね。
たの勝ちよ。おめでとう。おめでとう。君は厳しい戦いの時ほど見ているだけで結構感動しちゃったよ。なんてね。ああ、負けちゃった。もう少し。君の上達ぶりには驚いたよ。ほんと、敵として対峙してみてよくわかったわ。あなたなら戦闘でもいいリーダーになれ。わかったわ。認めてあげる。あんたがリーダー、スコードロン結成。おめでとう。しっかりやるのよ。今は出かけている人たちも、スコードロンの結成を聞いたら、みんな入りたがると思うわ。これからも頑張りましょう。まずは、SBC フリューゲル攻略かしらね。このメンバーなら、何だってできるわ。早くお母さんに会いに行きましょう。ですか？そのリーダーがクレハちゃんがいないって心配していたから。あ、すみません。まったく、 あんなにカッコつけて勝負を申し込んだのに負けちゃったんだもの。ちょっと決まり悪くてそうね、絶対に負けたくない勝負だったもの。キリト君たちのせいでお祭り騒ぎになってしまったけど、あれはキリトさんたちの思いやりですよ。私が負けるって分かってたんだと思う。気にする必要はないわ。キリト君、前にクエストで会った時にもお話ししたことなんですけど、私にはお姉ちゃんがいて、だから分かるんです。リアルでもここでも、あ、みんなもきっと内心では呆れてるんですよ。ただみんなもお姉ちゃんも優しい。それを否定するのは簡単だけど、クレハちゃんが納得できないな。あ、すみません。なんかすごく愚痴っちゃった。時には気持ちを吐き出すことも大事よ。自分が何を、本当の気持ちだけは見失っちゃダメ。心もお腹も真っ黒。はい。
どういうことですか、いつきさん。俺たち何にも聞いてないんですけど。そうっす、ひどいっす。いつきさんが何をやろうと俺たちがとやかく言える権利はないが、これは裏…すみません、彼らがどうしてもいつきさんと話をした、せめて一言を事前にお話しいただければよかったのですが。いつきたちが何か言い合っているみたいです。喧嘩なら止めなければ…あいつっす、あいつがいつきさんを引き抜いたやつっす。おいお前、いつきさんに何をしたんだ。スコードロンのリーダーを引き抜くなんてやりすぎだ。僕が誰かの言いなりになるような人間に見えるか。あくまで。どういうことだ、いつき。飽きちゃった。君たち僕に楽しませてもらうんじゃなくてさ、自分で楽しまなきゃ。それはなんてね。ま、たまには他のスコードロンで遊ばせてくれよ、退屈になったら。あ、遊びなんですね。それなら、まあ早く戻ってきてくださいね、待ってるっすよ。分かってくれてありがとう。悪いけど今日は。了解した、それでは失礼する。本当にお戻りになるのですか。嘘は言ってないよ。つまり我々には飽きたということ。やだな、パイソン君は別さ、君だけは頼りにしているよ。彼らが暴走しないよう適当に相手しておいて。たまにはこちらのホームにも顔を出してください。うちにはあなたを慕う人間が集まっているのですから。いつきさんをよろしくお願いします。いつき、大丈夫ですか。ああ、僕は全く大丈夫さ。彼らは誤解してるんだ、僕が英雄かな。でも僕はどちらかそんな心配そうな顔をしないでくれ。君といれば僕は退屈から解放されるかもしれないなんてね。彼らのことを責めら…いや気にしないでくれ、こっちの話。それより今からどこかに行くのかい。情報屋は伊達じゃないよ。
と、ずいぶん駆け回りましたね。今度こそ引き離せた。それらしい人、はあ、どこか個室でちょっと、あ、いえ、変な、ほら、個室ならシステム的に保護されてて、外からは見られ、さっきの人が追いついてきても安全かなって。 OK ですか？あの人、私をつけ回してあんなに急いだのに先回りされたんですから、きっとあの人私たちを見失わないんだから、索敵スキルだって鍛えているかも。ブロッケンの地理にだってすごく詳しくなきゃ、それだけの力があるのに、こんな、なんだかおかしいですよ。私はあの人と私の大切な人たちなら、もちろんそんなことしたら、うん、いや、きっとあの人この近くまで来てますよね。ただその、はい、それじゃあそこにいるのは分かってます。シリカちゃん、まだその人といるの？あなたはこんなに可愛くて素敵なのに、そんな人とずっと一緒にいるなんて。待って、私、いいですか？こんなことより、フィールドに GGO はいいゲーム。シリカちゃんにそう言われ、いいわ、フィールドにだってどこにだって出ますとも。でもそこのあなたにも、今日一日私の憧れのシリカちゃんと過ごしたんだもん。あなたのせいで傷ついたこのピュアなハートの分、あなたのハートもブロークンして。そんな、私、もう射撃の腕まで、私ほんと傷つく。思っては、私もう街で隠れて盗み見たりしないで。わかりました。あなたはどうですか？さあ、私たちは町に戻りますね。とにかく誰も怪我しなくてよかったです。でも無事に済んだのもあなたのおかげで、それにあの、ちょっと楽しくも、まだ時間も早いですし、きっと一人じゃ見つからないようなものが見つけ、やった。あ、いらっしゃ。こんにちは。どうしたの？私たちが、よ、騒がしくてごめんな。で、みんなで祝勝会ってわけ。こらこら、反省会だったでしょ、一応。でもクエストは大成功でしたし。一理あるわね。次に活かせる情報は、もう、私もシノンさんに賛成です。検討が必要なことは。そっか、ならもう祝勝会でいいんじゃないか。ユイちゃんもこっちにおいで。相変わらず仲いいわね。ま、あた、え、あ、いやー、しかし GGO ってのは面白いな。銃ってのも使ってみるとなかなかのもんだぜ。そうね、注意深さが報われる、いい世界よ。アップデートしたばっかりでチャンスも多いしね。本当にこんな世界もあるんですね。私はサブマシンガンがお気に入り。シリカちゃん、それとリーファちゃんはどう？私ですか？さっきからちょっと上の空みたいだったから。そういえば最近リーファたまに。そんな悩み事、あの、最近トン、そういえばそうですね、 ALO ではいつもトン。そうなの、 GGO は好きだけど、 ALO は妖精たちをアバターにする VRMMORPG の、特に大型アップデートで飛行時間の制限がなくなってからは自由に。リーファちゃんは飛ぶのが好きでね、
しかも上手。速度もすごかったし、それに精密なのよね。空中でダンスまでできてたし。あら、いいアイディアね。UFG なら確かに UFG を使ってると飛んでるみたいに見えるわね。試す価値はありそうだな。いいの？羽と UFG 原理から違うから体感にも差が出そうね。どんな感じだったか後で教えて。善は急げです。早速やってみましょう。いっぱい空を味わってきた。改めて見てみると、GGO、 これならかなりの高さまで行けそう。よろしく。上がった。すごいが、体が風を切っていくこの感覚。まだ上がれる。よし、てっぺんまで行っちゃえ。ここが一番上だね。ありがとう。私ね、ALO が、ALO は妖精同士が覇権を争ってる世界でね。GGO と、そこでは自分の力で空が飛べたの。あた、もっとうまく飛べるようにっていっぱい練習してね。ALO の真っ暗な夜を月に向かって飛んでいると、体と一緒に、あれは妖精の世界。ALO の中だけの魔法みたいなものなんだって思ってた。でもね、今あなたとこの世界の風だって私を解き放ってくれる。この赤い広くて高くて途方もなく、それにしても高いところだ。私 GGO でこんなって、ごめんね。久しぶりに空に出てちょっと舞い上がってたのかも。空だけに。私が滑って落っこちちゃわな。地上に到着っと。やる気がね。だって私もあなたがゲットできたんだから、私に手に入ったら一緒に飛ぼうね。